ロケット砲っていうのもあるじゃないですか。見えてる見えてる。ロケット砲とミサイルどう違う？ほんまやな。そこでつまずいてんだよ。ロケットというのは、あそこは自分で飛ぶじゃない。エンジンはミサイルもロケットも一緒。いや、用途が違うっていうことなんじゃないんですか。要するに軍事用はミサイルで、なんだけどロケット砲みたいな。いや、ロケット砲もあれ軍事用じゃないんですか。だから軍事用はあのミサイル、ロケット砲というミサイルです。だから分かんない。言えてる。あれ、あのパラパラ前まで打つときのこれで無理やすごいな。どこまで行くの。たまはロケット砲じゃん。ロケット砲っていうのは砲弾自体にロケットがついてる、エンジンがついてる。大砲はエンジンがついてる。それの大きいやつのロケット砲じゃん。だからミサイルと同じ。ミサイルって自分でロケット積んでもバーってこうようだって場所飛ぶの。そりゃそうなんだ。ロケット砲だって大砲でバーンって撃って、いやあれはただの弾、ただの弾。大砲はただの弾。みんなどっちも弾弾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 人が助けてくれ。